故郷である島を思う元島民の方々の意向を踏まえまして、上空からの北方領土上空慰霊を実施しようとするものでございます。道が今年10月と11月に計画している上空慰霊では、中標津空港からチャーター機を5回にわたり日露中間ラインの北海道側に飛ばし、元島民らおよそ100人が機内で先祖の慰霊を行います。元島民らが4島を訪れるビザなし交流や北方墓参などはいずれも新型コロナの影響でロシア側との交渉がまとまっておらず、今年は実現のめどが立っていません。少しでも島に近づきたいっていう、そういう思いからすると島上を見てね、慰霊をすると、こういうことをするのもね、まあ、ありがたいかな。